皆さんこんばんは。前回に引き続き10月に見られる月と惑星の見どころポイント3点を追っていきます。2回目の今回は10月8日の月と木星です。この日が何の日か覚えていますでしょうか？そう、先月の中秋の名月をめでた後、その年の2番目に美しい月十三夜をめでる後の月の日になります。一体この日はどんな星たちの夜になるのでしょうか？早速詳しく見ていきましょう。場所は毎度おなじみの埼玉でお送りするね。さてこの日の日の入りなんだけど、太陽が沈む前にお月様が顔を出します。月の出の時刻は16時40分。月の錯覚現象は見られるかな？日の光が強いからどうだろう。店長も実際に見てみないとわからないって。 Oh no。 この日は24節気の甘露にあたります。甘露とは晩夏から初秋にかけて野草に宿る冷たい梅雨のこと。大気の状態が安定して空気が澄んだ秋晴れの日が多くなります。はい、太陽が沈みました。時刻は17時16分。ここから日暮れになり星たちが顔を出し始めます。一等星、二等星が見え始める公開薄明は18時11分頃。日の入り後1時間が目安ね。あ、星が出始めた。その前に月の横でひときわ明るい星が輝いて見えるけど、これは何？ちょっとズームアップして見てみましょう。あ、知ってる、木星だね。そうそう、周りに光ってる点は木星の衛星になります。この時間に見える衛星の配置はこんな感じ。地下に大量の海があるとされる第2衛星エウロパは一番遠くにあるね。ただ木星の衛星は動きが速いから数十分ですぐ場所が変わって見えます。その都度スマホとかで調べてみてくださいね。20時になりましたので周りの星をチェックしてみましょう。月の右側に見えるのは星のように見えますが、惑星の土星です。そしてその左下に見える一等星は南の王座のフォーマルハウト。そして東の空から昇り始めたのが御舎座のカペラです。そしてこの時間帯北の空で10月龍座流星群の放射点が高い位置にあります。次の日9日の午前10時頃極大を迎えます。十三夜の月の光で厳しいかもしれませんが、流れ星が見られるかもしれませんね。21時30分西の空では先ほどの土星に加え夏の大三角の一等星と一直線に並ぶのが見られます。実際の空は広大で規模が違うので直線に見えないかもしれないけど、チェックしてみたいポイントですね。月と木星が南の空高くに昇る南中に差し掛かるのが22時34分頃。走行しているうちに東の空から冬のダイヤモンドを構成する一等星たちが昇ってきました。今月のダイヤモンドは赤い星がひょっこり混じっています。そう、戦いの神軍神マルスの火星です。マルスが指揮を取る冬の一等星の最強軍団を尻目に、月はいそいそと地平線へ向かいます。日付は変わって9日ですね。はい、月が沈みました。月の入りは4時36分。どうやら最強軍団から逃れたようです。そのまま日の出を迎え星たちが消えていきます。日の出時刻は5時42分。朝日を迎えました。明日の10日はスポーツの日で祝日と同時に満月になります。10月の満月はなんて言うんだっけ？ハンターズムーンだね。狩猟を始める頃にちなんで名付けられたんよ。月も明るくなって夜の時間も長いから漁師は野生動物を見つけやすくなる季節。日本でも狩猟月と呼ぶんだって。それでは8日の後の月と木星は以上になります。今月も良い星空ライフに恵まれますように。 See you again next month. Bye bye.